これでよしっと。一通りは片付いたな。家具も買ったし。あ、これだけはな。ばあちゃんが持ってけって言うから持ってきたけど。な、洗えてねえじゃん。たくや。またかよ。やっぱ買い直すか。男が家にいて、え？いや、何してたって。洗濯してたんですけど。え、いや、取られたものとかはないんですけど。あ、ちょっと！切られた。そんな変なことがあった日から、仕事に行く前に洗濯機を回しておくと、不思議としっかりきれいになっていた。やっぱりすぐ干さないと匂いすんな。乾燥機能付きのドラム式洗濯機にしようかな。こいつも傷んできたし。雲が見新しい洗濯機のことでお電話したものなんですけど、はい、あ、はい、あ、失礼します。はい、洗濯機はどちらに？あ、あっちです。あ、すいません、お邪魔します。あ、こちらですね。結構使い込まれてますね。あ、じゃあ運び出しちゃいますね。あ、こちら今日は引き取りだけなのでサインいただいて、あの料金の方はまた物が来てからで大丈夫ですので。はい、よっしゃ。あ、すいません、大変お待たせしました。はい、洗濯機の方をお持ちしましたので。 ありがとうございます。はい、あの先に料金を。あ、お金に。you
この動画が面白いと思ったら、いいね、コメント、チャンネル登録お願いします。 Life is Miracle。